四人将棋とは、将棋盤と将棋の駒を使って四人で遊ぶ、ボードゲームの一種である。随一、財団法人平田市地域経済振興センターが、公開した、ウェブサイトの記述によれば、1993年、島根県平田市の市役所にて考案されたものである。同市の大田光保市長の本将棋の腕前が高く、市役所職員が全く歯が立たなかったことがきっかけで、 発案されたという。その後4人将棋のルール、戦方などをまとめた本である、4人将棋入門が発売され、将棋会館の売店でも4人将棋セットが発売された。また、スーパーファミコンソフト、4人将棋も発売されている。このゲームソフトのルールでは、前期のルール、シングルは4人全員が敵で最後まで詰まされなかった、人が勝ち。ではなく、 二人が妻された時点で終了となる。普通1991年の週刊少年ジャンプに掲載された漫画、こちら、葛飾区亀有公園前発出所に、両津、中川、玲子、寺井の4人で4人将棋をするシーンが出てくる。駒の初期配置は、通常の4人将棋とは異なり、図2のようになっていた。この初期配置では、2八銀などのように初手から駒を取ることができるし、 7七角と初手から大手をかけることもできる。図32016年12月27日から不定期に放送されている BS 富士のテレビ番組、詩人将棋では図3の配置で行われている。通常の9急の将棋盤の外側に3段増設され、その部分が各員の自陣として通常の将棋と同じ駒配置がなされる。 通常の将棋と比較すると敵陣との間隔が3段から9段となり3倍の距離があるため単純に符をついて攻めようとすると時間がかかる。そのため飛車や角、強車など移動距離が無限の駒が非常に重要となっているため番組中ではこれによる攻めと守りの両立や意表をついた動きが見られ様々なドラマを生んでいる。その他、 将棋盤が拡張されているため二歩が発生しにくい。通常通りの駒配置で開始するため振り飛車や矢倉囲いなど、通常の将棋同様の囲いや戦術を使用できる、などといった点が他の四人将棋と異なる。詩人将棋の項も参照。ありがとうございます。